こんにちは STMicro e l e c t r o n i の唐沢です本日は ST の STM32G4 マイコンとに AI を組み合わせた最新のモータードライブソリューションを紹介いたします ST のアナログリッチなミックスドシグナルマイコン STM32G4 シリーズは洗濯機のようにモーターコントロールアプリケーションに最適ですこの洗濯機デモの中に搭載されている STM32G4 には AI による機械学習可能なアルゴリズムが組み込まれており予知保全や様々なパラメーターについてスマートな最適化を行うことができますこの組み込まれた AI アルゴリズムはこちらナノエッジ AI Studio によって搭載されていますこの洗濯機のデモでは AI による洗濯物の荷重を実際のモーターの測定結果を用いた機械学習を行うことで対応しています こちらで従来最先端の洗濯機に対し3倍以上の精度で正確な荷重を測定することが可能ですこれは高価なセンサーなど特別なボムを追加することなく従来のモーターコントロール用 MCU に AI を入れただけの効果となっておりますこの機能により従来は5 0 0ム程度の誤差が限界であったような洗濯機がグラムプラマイ1 0 0ムのですね えと荷重を検出することがでできるようにななっておりますすここれは革新的な技術ですこの正確な荷重検出により効率的な回転数などモーターのパワーコントロールまた水量の最適化などが可能になり地球環境に優しいコントロールが可能になります一方洗濯機自体のモーターコントロールは ST が誇るモーターソフトウェア開発キット MCSDK を通じてをて ST m g マイコンに搭載することができます ST ではその後段の IPM などパワーデバイスのトータルソリューションも合わせて提案することが可能ですこの従来の洗濯機コントロールを搭載した MCU に機械学習の要素を持たせることでたった一つの MCU により追加のメモリーやセンサーなどがなくても AI により大きな機能を追加することができますこの技術は洗濯機だけでなく モーター、タ一般的なモーターが入った家電製品電源などさまざまな分野に応用が可能で再編汎用性の高い技術と考えられます。以上が STM32G4 マイコンによるモンターコントロールと AI による最先端の洗濯機ソリューションとなります。さらに詳しい情報が必要な方は是非 ST のホームページリンクの方を参照ください。